こんばんばは今回は心臓のパワーについてお話ししてみようと思います。で僕たちはね感情とか思いとかいろんなその思いをいつも発してるわけなんですけれども心臓というのは僕たちが想像以上にね非常に強いパワーを持っているっていうことが分かってきています。でこれは実際に ハートマス研究所っていうところでいろんな研究がされてるんですけれどもその中でも脳と心臓を比較すると心臓の方がですねはるかに強い電磁波っていうのを出してるっていうことが分かってきてるんですね。で実際にどれぐらいの違いがあるかっていうことなんですけれども心臓から生み出されたその電磁波ですよね。電磁波っていうのは 脳から生じるその電気的活動よりもですね最高で60倍強くなるっていうことが分かってきていますそして心臓から発生する磁場っていうのがあるんですけどもその磁場っていうのは脳の磁場よりも最高で5000倍強くなるっていうことが言われてるんですねえつまり脳と心臓頭と心を比べると圧倒的に心臓 の方が強いパワーを発しているとそれも空間にどんどんこう発信しているっていうことが分かってきています。でこれがエネルギーフィールドっていって人間の磁場ですよねハートから出てそしてまたぐるっとこうリンゴのちょうど切った断面みたいな形になるんですけども出て人間のこう心臓から 情報に出て、そしてぐるっとこう円を描いてまた戻ってくるっていうような感じでエネルギーフィールドがあるんですけれども、えー、このエネルギーフィール,ドフィールドっていうのがですね心臓から2 5メートルの巨大なエネルギーフィールドになっている囲まれているっていうことが実験とかねいろんなことで分かってきている。でこれはかなりすごいことで僕たちはその頭でね 何か考える思考で何か考えるっていうよりも、えー、心でね感じてそして心でいろんな思いを発していくっていうのがね非常に重要になってくるんですね。昔から、えー、心臓のことを「ハート」って言いましたけども「ハート」っていうのはあのハートマークですよね「愛のシンボルで」で、えー、言われてきたわけですけどその心臓っていうのはただね 血液を全身に送り出しているポンプの役割だけではないということですよね。特に人間の思い、感情ですね。感情と深く関わっていて、感情がですね、非常に重要になってくる。だからいくら頭であれこれ考えたとしても、感情の方がね、僕たちって圧倒的にパワーが強いですよね。 悲しみの感情とか考えてみてわかるんですけど非常にパワーがやっぱ強いですよねあ頭でいくらいいことを思うあの悲しみをねなくそうと思ってもやっぱりもうそれは無理ですよね感情に支配されてしまうとそれほど強いエネルギーを心臓は持っているだからその心臓その思、えー、いっていうのが非常に強い でそれは信信念念にも関わってきて、きとか感情ですよね。こういったものを非常にね大事にしてそして僕たちが心の底から信じていることっていうのはそれをそれが周りにね影響を与える力があるっていうことです心臓から発する電磁場エネルギーフィールドがあるわけですから信じていることは結果的には実現していくっていうことですよね だから心臓から放たれる強力なエネルギー、これをですね、ぜひ意識してみてください。以上です。ありがとうございます。